はい、どうもこんにちは、こんばんは、ジュンと申すまです。今日はですね、あの名探偵ピカチュウを映画館に見に行ったんですけれども、その時の映画館限定ですかねの、名探偵ピカチュウミュウツー GX バージョンの開封をしていきたいと思います。内容にしましては、ミュウツー GX と名探偵ピカチュウとスカイレジェンドと名探偵ピカチュウのパックが3パックずつ入っているといった感じになっております。それでは開封をしていきましょう。大きいですね、やっぱり一つが。まずミュウツー GX から見ていきますか。バラバラバラと、はい。でミュウツー GX がこれですね。でかいな、テレキネシスと支配の波動にサイキックの場ですね。結構深く言うと、まあ、ネタバレになっちゃうんですけど、まあ、このミュウツーはやっぱり映画の中でも、まあ、重要な登場人物というかポケモンというか。はい、でこれが名探偵ピカチュウと。可愛いですね。やっぱりそのハリウッドだけあって実写なんですけど、本当にすごく可愛くて、なんていうんですかね、まあ、あとは映画を見てくださいとしか言えないんですけど、最後のコーヒーブレイク、まあ、コーヒー休憩ですね、まあ、これも結構映画の中で出てくるので、はい。というわけで、じゃあスカイレジェンドから開けていきますか。スカイレジェンド前開封したんですけど、それも概要欄に貼っておくので、フリージオ、トガス、キノヤコマ、おっか意外ですね、 SR 出ちゃいましたね。怪獣マニアの SR とちょっと気持ち悪いんですけど、かっこいいのかな。まあこれはかっこよくはないですねまあ人によっては可愛いっていう人もいるかもしれないですけど、なんか SR と、これは幸先がいいのか悪いのか。では2パック目と。ややこま、エムリット、カリキリ、シロアリですね。に展示目と。アーボ、ママカシ、ホウホウ、怪獣マニア、ヤパレス。まあ最初の3パックはまあこんな感じですね。じゃあ、お待ちかねの名探偵ピカチュウから開けていきますか。当たりが月光がですかね、月光が GX が割と強かったり強くなかったりなんですけど、全部光ってると。怪力濃いですね。ネマッシュ、キュリン、ミュウツー、どうですかね。ミュウツーかっこいいですね。ハリウッドだけあってちょっと人間っぽいんですけど、まあ、それもまたかっこいいですね。で2パック目、怪力、不思議だね、ブルー、これあれですね、あの吉田警部補のあれですね、ギザードン。いや、リザードンやっぱりすごいんですよね。なんていうか、本当にかっこいいし、まあかなりリアルで怖かったところもあるんですけど、見てほしいですね、これは。そういえば、そう、吉田警部補の SR ですかね、あれも一応サポート枠に入っているので、コダック、バリアード、出ましミュウツー GX、 これが出ましたね。これがこのでかいカードの使えるバージョンといった感じで。では、残りの2つのやつは、まあ、一気に開けちゃってパックも一気に開けていきましょう。はい、ミュウツーのでかいのが2枚と、さらに先にピカチュウが2枚と。じゃあまずスカイレジェンドの方から開けていきましょう。まあ、SR 欲しいっちゃ欲しいですよね。ベベノム、多分ね、U ターンボード。U ターンボードはあれですよね。なんだっけな。なんかのデッキに、あの、道具落としみたいな効果の、破壊した分だけ、ハンプネでしたっけに入ったりして強いとか、今聞いたんですけど、アランテス、雪かぶり、ヨルノズク、ジバコイルですね。雪の、ヨルノズク、アーボ。山火事、お、サンダーファイヤーフリーザージェッカー、ファイヤーサンダーフリーザージェックスね。いいですね。あの、前回の開封の時に、まあ、出落ちだったんで、完全に。あれは結構面白いというか、言い方によってはひどかったんですけど、パイプヌル、雪晴らし、アグナム、アマージョにまた動画すと。のやっこま、石住まい、ベロリンガ、千葉でまた出ましたね、天井で。さっきと封入が逃げる気がするんですけど、
ほぼ以上、トガス、アクーダ、ウィザードタウンと。ではこの名探偵ピカチュウの開封をいきましょう。これ4枚やりなんですけど、海外のパックでも4枚やりで、基本海外だと11枚やりとかあるんですけど、これは珍しく4枚固定しかないんですよね。そう、海外の11パック級のやつでも4枚やりとかもあって、怪力、不思議だね、ブルールンパッ、テーブルサービスか。でも月光河とか吉田警部補あたりが欲しいんですけど、使ってくれますかね。バリアード、不思議だね、ウィンディ、かっこいいですねこのウィンディ。お、出ますね吉田警部補。相手の手札を見て2枚引くと、かっこいいですね。にブルーもいると。そうですね、このブルーは、そうですね、このブルーですね、かわいいですね。では3パック目、3パック目、6パック目かな。人影にブルー、あ、1がいいですね。ホイキング、月光河、あ、この月光河が、見づらいですね。まあ、テロップ出しておくんですけど、このポケモンが技のダメージを受けるとき、自分はコインを1回投げて表ならこのポケモンダメージを受けないと。最近だとあれですね、エルフン GX みたいな効果ですね。で、これが2進化の代わりに非 GX と。で、未熟手裏剣もまあまあ強くて、まあ、意外と使えるんじゃないかなって感じはするんですけど、まあ、でも実際もう1個の GX の月光河の方がやっぱ強いんですよね。感動、当てて見せて、見せたいんですけど、当たりますかね。ベロリンガ。ブルー。不思議だね。よっ。でだもん。どこでもコピーと。相手のあのポケモン使えるけど、まあその分のエネルギーついてないよ、打てないよと。って感じで。まあ、そうですね、ミュウはエクストラか。あれですね。まあ技、打てるけど、そのエネルギーがないとダメと。いう感じで、ケッキング。コダック、人影、名探偵ピカチュウと。名水。出ますかね。最後のパック、いきましょう。プリン。ケッキング。怪力に。あ、結構残念。映画のパック向いてきたんですけど、まあ月光河は出ずといった感じで、怪獣マニアの SR とか吉田警部補ですね。とか、まああとミュウツーとか、まあ、映画自体かなり面白かったので、一応皆さん見に行ってはどうでしょう。ということで、また会いましょう。バイバイ。